近畿や東海ではにわか雨やにわか雪の可能性があります現在いただいているリポートを1枚紹介します岐阜県不和郡関ヶ原町の方からいただきました今朝は綺麗な朝焼けが見えていましたが先ほどから雪が降ってきました湿っぽくはないですということです 8時40分現在なんですが、まあ、四国でいうと、えー、こちら徳島県あたりにあの雨雲、雪雲があってそれが和歌山県北部から奈良県北部、えー、そして 大阪府南部にこに伸びているというのがあります。はい、で、また、えー、こちら岐阜県から愛知県、えー、西部にかけてもね、雨雲、雪雲が、えー、少し見られます。あの日本海側からね、あのー、どんどん流れ込んでくるというような形になります。えー、では今後どのようになるのか見ていきましょう。えー、こちら午前9時現在ですが、これで見るとね、えー、先ほどの位置同じような場所に雨雲、雪雲がありますよね。はい、でこのピンク色は雪 青色は雨の予想という形になっています。で、時間を動かしていきましょうか。するとまあ、同じようなところにとどまるということはなくね動いていきます。で、午前中、一旦、雨雲雪雲は太平洋側に太平洋に抜けていくんですが、またね。今度午後になると北からね。雨雲雪雲がね。時折流れ込んでにわか雨。雨にわか雪と。 いうのがありそうです。はい、で、さらに進めていきますとね、特に夕方ぐらいになると。このシアラインによる雨雲雪雲が流れ込んできて、京阪神から、あと三重県などでも。まあ、一時的に雨や雪が、えー、降ることもありそうです。はい、で、今日は。あの、天気アイコンで見ると、雨アイコン雪アイコンがない地点も多いんですが。うんはい、あの、にわか雨、にわか雪の恐れが、うんえー、やっぱりあると、だから、一旦晴れ間が、ね、また戻って。 たり晴れていたとしても、まあ、油断せずにね、うん、雨具などあった方が、えー、安心ということが言えそうですはいにわか雨やにわか雪の可能性ありますので外出の際は折りたたみ傘などを雨具をお持ちください最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。<music>